どうも、ファンタに帰ってこれて、とても幸せに思ってます。北村隆平です。平日の夜中なのにありがとうございます。もうね、昨日まで撮影していて、今日このまま舞台挨拶終わったら帰って、明日あずみっていう映画の撮影に戻るんですが、朝8時には本番用意って言ってますんで、みんなの今の拍手と温かい歓迎で癒されました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。どうも遅い時間に、集まっていただきまして、ちょっと真っ暗で満タンかどうかちょっと見えないんですけどみんな背高いでしょ。僕がこの中で一番背が低いんですかね。嘘やん。大沢君とはね、昔メンズノンノっていうのをやってて、その時のまあ一応先輩で後輩で、その共演がなんか実現してすごく、嬉しかったし、すごい楽しい撮影でした。まあ荒神と 2LDK の、まあ、バトルがあるわけじゃないですか。それで俺が負けたら助監をやるっていうなんか話が盛り上がってました。いや本人メールで参りましたって来てたんだけどな。プリントアウトして持ってきたらよかったな。参りましたって言ってましたよ本人は。もうでなんか負けたら堤監督はちょっとスキンヘッドというか髪の毛、元からよくあの人視聴率悪いとすぐ坊主になってるんですよ。だからそんなんじゃ許さないです。毛根を永久脱毛しろって、毛根焼けっていうね、堤さん。脚本中がまあその俺が見たのはその2枚のこう紙ペラにこう物語が書いてあったんですけども、まあ、えらく感激してしまって、そこの喫茶店かどっかでお茶飲みながらこの素晴らしい2枚の紙はこれ最高じゃないですかっていう話で、まだ台本がなかったですか。ないですね、ないし全然違う話になったんです。面白いって言ってくれたのとは次会う時には全然変わってて、ごめんなさい2人に会ったら変えましたって言って全く違う話になったんですけど、アドリブっていうよりも本当によくできた本で、セリフがすごく長いんですよ。で結構変えようかなと思ったんですけど、やっぱり変えれないぐらいよくできてたんで、あんまりアドリブっていうのは監督なかったでしょ。いやいや適当なことばっかやってたやん。ここだけの話ね、大沢さんだいぶ嫌がってましたよ。勝手なことばっかやるから。あのね、台本がねできたのが撮影の2日ぐらい前でしょ。で俺だけめちゃくちゃ喋ってるんですよ。そういえばそうでした。覚えられないんですよ。でその時ね、タイガもやっててね、マッスルヒードもやっててね、もうなんかよくわからない、ね、もうタイガのセリフが出てくるわ、どうしようかなみたいな状態だったんで、なんかそういえばこの間マッスルヒード見たら荒神みたいなセリフを言うてましたよ。間違ってるやんみたいな。使いましやん、使いまし。大沢さんはすごいストイックな方なんですよ、僕いろいろな役者さんと仕事したんですけど、これほど台本をずっと読んでる人見たことがないんですよ。もう一言のセリフ覚えてるじゃん絶対っていうのにずっと考えていろいろ作っている。その横でね、もう関西弁でね、ずっと喋ってるんですよ。後で来るんですけど、脚本家でメイキングを撮ってた僕の相棒がいまして、ずっと喋っとるんですよ。うるさいやん。で僕がね、役作り、いやいや僕が大沢さんのシーンを撮っててモニター見ててもね、横でね、監督ナインハーフとか愛の日本でやりません。監督トゥームーンジャンクションとか知ってます。いやもう素晴らしいですよ、楽しいですよ。いやもう待ってたって言うてる。素晴らしい。本当ですか、はい、なんで私の目見るんですか。加藤さんの目見て喋ってみたらどうですか。いやでも素晴らしい。だってお前これこのだってお前じゃないですよね、ごめんなさい。だってお前って言っちゃいけない。だってあれですもん、あなたね、これって1週間ぐらいずっと朝から晩までほとんど2時間ぐらいしか別れてないですからね。ずーっと一緒ですよ。素敵ですね。それはでも少しぐらい嫌にもなりますよ。このバトルがね、絶対監督に勝ってもらわなきゃいけないと思ってるんですけどね、そうですよ。僕らが一番心配してるのはね、 2LDK の中で唯一小池栄子がもしシャワーシーンがあったら負けるそれはもう負けますけど、それはちょっとまずい。それだけが一番恐れてる。そこでちょっとびっくりしましたけど、これはまずいんじゃないか。あの谷間がもっと見えたら負けますね。さっきからそればっかり集中してましたね、もしかして。いや僕らもそれしかもう目がいってない。あのリーサルウェポンが出たら絶対負ける。出なかったら勝てるかもしれない。